勝利を収めたとはいえ、フラストレーションをためる試合だったのは間違いない。現地12月9日に行われたカタールワールドカップ W 杯準々決勝で、アルゼンチン代表はオランダ代表と対戦。延長戦まで終えて 2-2 と決着がつかず、PK 戦 4-3 でベスト4に駒を進めた。この試合は計18枚のイエローカードが飛び交う大荒れの展開。ラフプレーだけでなく、挑発的な行為や両チームによる小競り合いも見られた。イエローカードが18枚も乱発される荒れた展開となる中、アルゼンチン代表の主将リオネル・メッシはオランダ代表のルイス・ファンハール監督にも不満を抱いていたようだ。衛星放送、スカイスポーツによれば、試合中にもオランダベンチに対して何事か発言していた10番は、PK 戦後は改めてファンハール監督に接近。あんたらは喋りすぎだ、と言い放ったという。丸、どうやら敵将は試合中に、PK 戦に持ち込めば我々が有利だ。そうなればオランダが勝つ、と盛んに叫んでいたとされる。また試合後のインタビューでも、メッシは、ファンハール監督は、彼らは良いフットボールをすると言っているけれど、彼がやったことは背の高い選手を投入し、ロングボールを送り込むだけだった、と痛烈に皮肉っている。一部のファンは、この不幸な事件の原因を次のように指摘しています。ファンハールと歴代アルゼンチン選手との因縁でいぶっているところに、ちょっと行き過ぎたマインドゲームが油を注いでしまったか。主審がうまくコントロールしてればここまで荒れなかっただろうけど、アルゼンチン寄りの判定や定まらないカード基準を見るに適任ではなかった。でも冷静にゲームマネジメントしていれば余裕で90分で勝ち切れただろう。アルゼンチンのエキサイトぶりには感心しない。結果勝ち上がれたから良かったものの、ラフプレーと不用意なファウルでオランダにチャンスを与えてしまい、世紀の愚行寸前まで行ったのは猛省しないと。あの騒動の前からオランダベンチはいろいろ挑発してたんだろうな。いくらアルゼンチンが敵意を表に出すタイプとはいえ、あそこまでやるのは理由があるはず。のメッシ対策は挑発だったんだね。指揮官が試合前から挑発してたからな。南米が目立つがヨーロッパではオランダが一番汚いサッカーをする。南アフリカ大会はひどかった。それが理由で、アリシヒのクライフが決勝でオランダでなくスペインを応援する、とまで言っていた。しかし、私の個人的な意見では、私は思います。そもそもはレフリーのファール基準が緩いから荒れた試合になったんだよな。ベンチへの蹴り込みなんて非紳士的行為と遅延行為で一発レッドで良いと思った。アルゼンチンの2失点目もフラストレーションからなのかわからないけど無意味な。ファールからの失点だったし、レフリーがちゃんとコントロールしてれば起きなかった。しかし、事態はそれで収まらず、現地局のインタビューを受けていたメッシが突然ブチ切れる一幕があった。カメラとは違う方向に視線を送り、何を見てるんだ、バカ野郎。何見てんだよ、さっさと行け、バカ、と吐き捨て、インタビュアーから、落ち着いて、レオ、とたしなめられるほどだった。現地メディアなどによれば、この発言は、2メートル先にいたオランダ代表の FW ボートベフホルストに向けられたものだった。その理由について、メッシ自身が説明した19番、ベグホルストはピッチに入った瞬間から、挑発してきたんだ。僕はそれはサッカーの一部ではないと思う、との言葉を紹介しており、試合前から両者の間で因縁があった模様だ。メッシがここまで苛立つのはかなり珍しい。
両チームにとって何とも後味の悪い試合となってしまった。パレデスのやつを筆頭にアルゼンチンのプレーは確かにオランダより荒かった。でも PK 戦終了後にも相手を煽らず喜んでいたメッシがここまで怒ってるのはそういうことだと思うよ。このツイートに同調する声がある一方で、 PK 戦の最中にオランダの選手たちがアルゼンチンのキッカーを挑発していたことを指摘する反論コメントも続々と寄せられている。アルゼンチンに非がないとは言わないが、少なくともオランダには試合前のスタッフ陣の愚行を含めて確実に問題があった。一辺の情報だけでアルゼンチン叩くやつはそういうことも考えるべきだと思う。この試合が始まるまでヤフー記事にもオランダのアルゼンチンメッシ警視のインタビュー記事が載ってたし、現地の番組でオランダ司会者やオランダファンの煽る発言がめちゃくちゃあった。とにかくこの試合の後に起こった全てのことを踏まえて、私はそれを言わなければなりません。こういう試合を W 杯では見たくないわな。いや、 W 杯だからこそある光景なんだろうけど、喧嘩やいがみ合いじゃないんだから、もう少し相手をリスペクトするような行動はあってしかるべきだよね。特に勝者にはそれが強く求められる。ベンチにボールを蹴り込むとかさ、やってること不良のそれだよ。品位のかけらもないし、大会の価値も下げるから控えてほしい。文句があるならメッシのように取材時に気持ちを示せばいい。相対してる間は相手をリスペクトしてるポーズは取ろうよ。残念ながらアルゼンチンには品格がないと感じた。ラフな試合はオランダにも原因があるだろうが、勝者だからこそ際立ったように思う。準々決勝の大舞台だから激しい戦いになるのは仕方ないとは思うが、敗者に対する態度としてはこの写真が全てだと思う。まさかの同点に追いつかれフラストレーション溜まってるのはわかるけど、 PK 戦に勝った瞬間にオランダの選手を全力で煽るのとかドン引きしますね。メッシが W 杯優勝するところが見たかったけど、さすがにクロアチアを応援します。日本には強くなってもらいたいが、海外から批判されるような品格がないチームにはなってもらいたくない。